こんにちは、県民生協のまいまいです。今日はここ今城にやってきました。雪がまだあります。今日は生協の移動店舗ハーツビについてご紹介したいと思います。今日はある車両とコラボするそうです。では早速行ってみましょう。移動店舗ハーツビは中山間地を中心に買い物に不自由をきたしている方の支援として定期巡回しています。現在13台体制で県内各地約750箇所に商品をお届けしています。ハーツ便には約700品目の商品が載っています。常温の商品だけでなく生鮮品のお肉やお魚を含む冷蔵品やお惣菜の取り扱いもあります。こういった地域ではスーパーだけでなく金融機関や他のサービスも減少しています。今日ここ今城ではハーツ便だけでなくもう一台移動店舗が止まっているそうです。それがこちら福井銀行さんのクルーザーという銀行の移動店舗です。 ATM だけでなく公共料金のお支払いや年金の受け取りなど基本的な銀行の窓口業務に対応しているそうです。福井県民生協と福井銀行は同じ時間に同じ場所に行くことで利用される方が一度にお買い物と銀行を利用できる環境を作りました。今後ますます高齢化や過疎化が進んでいく中山間地のお役立ちとしてハーツ便も地域と連携して展開していきたいですね。